ハイコパムーンです。私今富士市吉原を走っています。ここのライカビルさんの交差点を左に曲がりまして、ここをまっすぐ行くと今日の目的地、もともと銀行があった場所でございます。はい、もうすぐ着きます着きます。はい、到着でございます。世界中の皆様、こんにちは、コパムーンです。おいっす。今回ですけども、私、富士市吉原にいます。今回行く場所はですね、以前、吉原中央駅のね、横にね、カヌレ専門店のね、バヌレさんのね、動画を出したと思うんだけど、そのね、バヌレさんがね、移転オープンするということなんでね、今日私ね、そのプレオープンにご招待されたので、今日はね、そこに行ってきたいと思います。場所的にはね、吉原中央駅からそんなに離れてなくて、吉原のね、エンゼルハイムのね、マンションのね、ほんと、東隣も、もともとね、富士信用金庫があった場所で、そこがね、改装されて、バヌレさんとしてね、新しく生まれ変わりますのでね。でね、なかなかね、ちょっとインスタグラムの方をね、ちょっと見てみるとね、バヌレさんのね、内装にもすごいこだわってて、なんか、ちょっと富士市でもね、なかなかこんなおしゃれなお店ないぞってぐらいね、なんか内装すごい凝ってるっていうことなんでね、ちょっとそれもね、ちょっとチェックして、見たいと思います。でね、このカフェバヌレさん、なんか、ランチでね、パスタも食べれたりするらしくて、今回僕はね、デザートをね、いただけるっていうことなんでね、ちょっと楽しみにしてみたいと思います。ではもうすぐ時間なのでね、時間見て行ってきたいと思います。では楽しみに行きましょう。見てくださいよ、この立派な外観、そしてお祝いの観葉植物たち、そして自己主張しすぎないシンプルな看板。はい、ランチは11時、カフェは14時、ディナーは18時でございます。さて入店、そして見てください、この三日月をモチーフにしたこの鏡、めちゃくちゃおしゃれ。はい、ピース。はい、入店、見てくださいよ、このお祝いの蘭の花々たち、そして店内の奥へ進む、めちゃくちゃ白を基調としたおしゃれな店内、今日は嫁さんと来てます。はい、何この満月の照明、おしゃれすぎやろ。ランチコースのご紹介、フレッシュサラダ、サクサクキッシュ、コーンスープから始まって、選べるパスタで、選べるメインで、デザート、これで2500円、安すぎるやろ。ディナーコースのご紹介、3500円、5500円、7500円のコースがあります。これはお腹いっぱい大満足コースでございます。デザートが来るまで店内を大冒険、プライベート感満載の個室がありました。そして店内を奥に進むと壁に何か書いてある、肉バレーヌ。肉バレーヌとは何ぞや、店員さんに聞いてみると焼肉屋さんがオープンするみたいです。個室の焼肉屋さん最高すぎるやろ。そしておしゃれな壁、そしてチーターらしき動物が3匹いますね。決しておうち家に持って帰らないようにお願いします。そして少し小さめの個室が2つありました。これは行くっきゃない。しばらくするとやってきました、僕の注文したバスクチーズケーキ。見てよこれ、めちゃくちゃうまそう。もう見た目でもよだれもジュルジュルもんでございますわ。あ、早く食べたい。そして嫁さんが注文したティラミスでございます。俺ティラミスめちゃくちゃ好きなんだよね。あとで一口もらっちゃおうと。バスクチーズケーキいただきます。めちゃくちゃおしゃれなんだけど店内すごい、この電球がシャレっ気づいてる。さあ食べるで、待ってました、バスクチーズケーキ。まずは一口サイズに生クリームをつけてガブリ、もぐもぐ。見てよこのリアクションでわかるでしょう、うますぎて震えちゃう。めっちゃうまい、やば。すかさず二口目、濃厚ねっとり、や
ばめちゃくちゃ甘い。そしてこのコーヒー、吉原商店街にあるトロニカコーヒーさんのバヌレ特製オリジナルコーヒーでございます。これもめちゃくちゃ美味しかったよ。最高でございます。そして次に半ば強引に嫁さんのティラミスを強奪して大好きなティラミスを食べようかなと思います。クリームトロトロのうまそうなティラミス、僕の感想からすると苦味がもうちょっと欲しいかなと思いましたね。僕大の大人なんで足りない、いっぱい食べたい。これクッキーもらったよ、顔がついたクッキーもらったよ、ね、バヌレのねイメージキャラクターのバーヌーくん、バーヌーくん俺がつけたからもバーヌーくんです。皆さんよろしくお願いします。バーヌーくん男子だからね、クッキーは食べないからね男子は。ちょっといただきます。じゃあ左耳から、うん、おいしい、うん、おいしい、あ、いい。じゃあ右耳も、うん、右耳も美味しい。何？ちょっと耳なしバーニョになっちゃったけど、じゃあよろしくお願いしますね。お水もうこのレモンが入ったお水、これおしゃれなお店しかないところ。緊張する。いつも汚いお店しか行かないから緊張するよ。お水注ぐだけ、ね、で。美味しゅうございます。うん、ラストバスク。いただきます。ラスト。ご満悦でございます。入ってきました。めちゃくちゃ店内おしゃれでした。本当に何あれ、もう一つのテーブルから椅子からのなんか電気のあれやらもん全部もういちいちおしゃれだった。でね、僕はねバスクチーズケーキ食べたんだけど美味しかったよ。トロトロで濃厚で美味しかったよ。で嫁さんはねティラミス食べたんだけど美味しかったよ。ティラミスも落ち着いたね店内でね、またね来たいね、ゆっくりプライベートでまたゆっくり来たい。うん、本当にここはすごい流行ると思いますよ。場所的にもめちゃくちゃいい。でね、ここのねバヌレさんのね社長なのかな、社長も挨拶してくれてね、あ社長ありがとうございます。本当にまたゆっくり来ます。でね、僕いろいろなご縁があってね、でなんかラジオのね出演もちょっとなんか決まったのかな、お話もねもらえましたんでね、また後日詳細を皆さんにお伝えできればいいなと思います。ではね、今回はね富士市吉原にできたねカフェバヌレさんでした。グランドオープンはね7月23日なんでね、皆様、どしどし行ってみてください。おしゃれな空間、おしゃれなご飯、美味しいご飯、ちょっと皆様堪能してみてはいかがでしょうか。では皆様次の動画でお会いしましょう。コパムーンでした。じゃあね、バイバイと。